はいどうもんちゃー、スレヨシグです。今回はミネネさん、あと1回だけ俺にチャンスをくれないかということで、ミネネと内で再びレイダーリベンジしてきてまいりました。はい、ミネネと俺のレイダーといえば、まあね、1巻4回という伝説の記録が残っているわけですが、前回さ、ミネネ VS カップルあげたじゃないですか。あれね、結構好評でね、すごく嬉しかったんですけど、あれのね、コメントで、悪魔的リクエストが来てて、まあ、なんかさ、まあ、対面もいいけど、ね、ミネネとの間でレイダー乗ってきてよ、なんて、とんでもないリクエストが来てたもんですから、まあ、いや、ミネネ組んでくれるかなって思いながらね、ちょっと頼んでみたら、彼ね、なんだかんだ組んでくれるんですよね。やっぱり彼は優しかった。はい、ということでね、今回乗ってきたわけですが、やはり僕もね、1巻4回した状態でもう1回組むのはね、さすがに申し訳ないから、あれからね、いろいろ練習したんですよ、このキャラも。まあ、ムラモンチャンネル見て特殊サブとか覚えたり、あとはね、特殊変形メインとかも覚えたり、で、あとはまあ、永田さんの配信とかではね、もう俺のレイダー恒例行事になってるから、そこら辺でも鍛えたり、で、あとはね、視聴者さんとかとね、ゲーセンでね、見かけしていただいた際にね、よく組んでくださいって言われた時に、まあ、組むんですけど、その時にね、まあ、よく俺、こう聞くんですよ。なんか組んでみたいキャラありますか？まあ、大体はゼータとかゴトラタンなんですけど、時々いるんですよね、物好きが。はい、レイダーをね、リクエストされるんですよ。まあ、そういったね、いろんな数々の場面で鍛えられてきたこのレイダー。前回の動画とはね、比べ物にならないかどうかは置いといて結構上手くなりましたので、ぜひお楽しみいただければと思います。ちなみに今打った角はミネネに当たってるんですね。はい、ということで、見ていきましょう。はい、ということで、じゃあ1試合目対戦相手がフルアーマーダブルゼータと、あれはナラティブの編成ですね。さあ、1試合目からね、しっかりいろんなテクニックを使ってるんですよ。まあ、最初の方で見せた、このね、ミョロニル振り回しの置き攻めだったり、これね、滑るから、前 BD から、下角ってやるとね、相手に押し付けるような形でね、攻撃できたりとか。で、あとはね、特殊をね、今まで、まあ、メッサの変形特殊とか言って逃げで使ってたんですけど、これね、まあ、ムラモンチャンネル見てからね、攻めで使えるんだ、知らなかったって感じで、まあ、そこら辺もね、いろいろ活用しているんで、成長したんじゃないでしょうか。じゃあ2試合目釣りましょう。ちなみにさ、過去の動画の、まあ、ミネネ VS カップルとか、まあ、いろいろ含めてさ、ミネネと組んでる時の動画って、やたらと人気じゃないですか。まあ、かくいう俺もね、ミネネと内でね、こういうキャラのってね、二人で笑いながらガンダムするのすっごい楽しくて好きで。で、あとはね、いつも以上にね、実況もいろんな意味ではかどるからね、まあ、すごい楽しくて好きなんですけど、まあ、やっぱり上げすぎるとさ、あれじゃん。だからね、まあ、3ヶ月ぐらいに1回か、まあ、なんかみんなが忘れたところぐらいにね、上げるのが一番いいかなっていう感じなんで、まあ、ちょっとね、今回はね、前回のカップルから引きちょっと早いスパンでね、上げちゃったんですけど、まあ、これからはね、そういった感じでやっていきますので、まあ、ご理解のほどよろしくお願いいたします。はい、といった感じで、じゃあ見ていきましょうか。ちなみにね、この試合は本当に地獄でした。対戦相手がメッサーラとビダールの編成で、これね、ビダールがね、かなり俺の方来てるわけなんですけど、まあ、ミネネの特徴的な部分としてね、相方のことを守ってくんないんですよね。まあ、それがこの動画ですごい垣間見えるんで、見ていきましょう。さあ、ビダールから頑張って逃げながらオーバーヒート直前のところはしっかり格闘を釣って、ミョルニール振り回しで叩くんですが、ちょっとキャンセル補正とかいろいろ相まってなかなかね、カウンターでのダメージ稼げないんですよね。だからこうやって一生追われる状況は続くわけなんですが、一向に助けが来ない。さあ、これ一回、大柄ファングがこっち飛んできて、なんとか一回守ってくれた。さあ、ダインセレブ刺さってる状態。さあ、これね、ビダールの覚醒飛んでくるわけなんですが、当然、守りに行くそぶりを全く見せない、ミネネ。さあ、俺がミョルニール振り回しやったんですが、ね、すごい今、見事にね、荒屋敷でね、回り込まれましたね。さあ、痛いコンボを食らってしまうが、こちら S 覚醒溜まってるんで、なんとか反撃していきましょう。さあ、S 覚醒いて、ハンマーでしっかり落として、ビダールとタイマーを制していってからの、とりあえず、あれですね、魚肉ソーセージをぶっ破して、もう自分からビダールの方行ってますね。これも割り切ってます。さあ、赤くが、今、左の体力グージを見たら、ミネネに当たっていますが、まあ、気にしないで行きましょう。ね、俺のことね、全然守ってくんないからね。これ、拷問でしょ、体力11でどうやってビダールから逃げんだよ。お前、変われよ、お前。メッサーラの方がいいわ、まだタイマー。さあ、ビダールのメインがいっぱい飛んできて、さあ、M角開かれて、これはね、無理でしょ。ちなみにね、これ先落ちた時、ミネネね、えって顔されたからね。えじゃねえよ。無理だろ、こんなん耐えんの。さあ、といったところで、ね、これはもう俺が先落ちなんで、とりあえず荒らしていきましょう。さあ、しっかり、ムラモンチャンネルで培った技術を見せながら、もうダインセレブぶっ刺されて。さあ、S 覚醒は溜まってる状況。これ、どちら落とすコースでいくか。ビダールが1落ちしてるんで、まあ、ビダール2落ちの流れか、ここからメッサ2落ちか。ちょっと悩むところではありますが、さあ、S 覚醒どこで割るかも悩みどころですね。さあ、これ、1回割っていって、しっかりハンマーから、その後のツワーンはしっかり当てていって、そのまま魚肉ソーセージで置き攻め。
サダが気づいたら逃げられていた。さあこれ角度的に当たるかなと思ったんですが、この角は当たらず。さあミネネもそろそろ見かねて前に出てくれている。さあこれメッサーラが落ちる流れになるのかな。さあメッサーラが一回落ちて L 角回ってビダルたまんのか、ちょっと怪しい。あと溜まってたわ、やべって思ったんですがね、やっぱりねミネネ最強なんですよね。こういうところでね、あ、守ってくんなかったけどやっぱミネネ強かったみたいな、あのアメとムチの使い分けをされてるんですよね。許しちゃうんですよね、守ってくれなくても。はい、といった感じで3試合目いきましょう。調教されてるのかもしれないですね。なんかこう見るとあれね、なんかミネネと俺ってさ、あのミネネがクズ男で俺がそれに尽くす彼女みたいになってんだけど、すごい私服な不服なんだけど。ちょっとじゃあ3試合目見ていきましょう。対戦相手がナラティブとヤクトアルケの編成。ここ一回ねうまーくツワー狙っていったんですが、横から来るヤクトにしばかれていくと。ミネネさん守ってくれませんか僕のこと。さあヤクトに一回とんでもない角度からゲロビー当てられそうになったが、ここはしっかりかわしていき、さあ来るナラティブの着地はしっかり特化で取ってから、格闘した汗入れて、そこからサブ締め。これはねやっぱりにゃあまあミネネだしええやろまあとか思ったんですけど、これね結構気軽な気持ちで喋ってるんですけど、プレイ中ねはぁみたいな顔されるんですよ毎回交差すると。知らねえよ。さあこれ変形ミンを当てたんですが、どこ行くの N 角と。さあここはさすがにミネネもかわいそうだから一回下メインを入れてくれた。さあ起き上がり CS はしっかりミョルニールで無効化しながら、さすがに守りませんよ、高コスト自分で自衛してください。さあミネネが横とこで投げ払われているが、こちらは変形読書で後ろでなんか一生動いてるだけの、なんかあれはねカカシみたいになってますね僕。さあこれ S 覚醒は溜まってないが、とりあえずいや、ナラティブはしっかりメインでねミリ削りで落としていきたい。さあだがアイアクトのリスイチが割といいところにいるんで、ナラティブ落としに行けなかった。ディボが覚醒溜まってるんで、こちら一緒に攻めに行ってあげた方がいいかなっていう気遣いのもとね前に出てあげてますが、みんな一人でやっちゃうんですよね。さあこのオバヒのヤクトを取りに行きたかったが、さすがにオバヒのヤクト冷静にこのキャラで取れるかって言ったらちょっと首かしげますね。さあまた S 覚醒で証拠りもなく魚肉ソーセージを投げていく。これ割といい位置に置いたんじゃないですか、まあ、クリーンヒットでミネネに当たるかなと思ったら、ナラティブにヒットして勝利と。といった感じの3試合目でした。今のはね、感謝してほしいですね。まあ今はミネネ狙ったんだけどね。はい、といった感じで、じゃあラスト。なんだぜなんか今の勝利ポーズやばくなかった。なんか、石ついてたんだけど。まあいいや、じゃあラスト行きましょう。ちなみにね、ミネネにね、会うたびに言われてね、傷つく言葉ランキングはあるんですけど、そのね、第1位がね、おら、おしく太った。これね、本当に金輪際やめてください。あたしだって太りたくて太ってるんじゃないの、ラーメン二郎が美味しいだけなの。ラスト見ていきましょう。対戦相手がザクアメイジングとハイニューガンダムの編成。さあ、しっかり1回目から変形してね、あの変形特殊、これね、本当に強いんですよ。あのなんか永田さん配信の時にあのね初めてやったんですけど、なんかあそういえば村門の動画見たなと思って、こんなんやってたなと思ってね、やったらねこれすごい軸合うんですよね、変形特殊サブで。あとはそれの応用でね、変形特殊変形メインとか、俺この変形メインで何に使うか分かんなかったんですけど、変形特殊から変形メインってやるとねすごい当たるんですよね、これ特に相手の着地とかに。で強ロケだから追撃もしやすいと、かなり優秀な武装だなって思いました。こう見ると本当レイダー奥深いですね。さあといったところで、なんか毎度のことなんですけど、なんで先落ちコースになるのかなと思ったら、あれですね、すごい距離近いですね、僕さっきから。さあ、ここはしっかりザクアメにメイン当てて、ヨロケア取っていったが、覚醒技で痛い反撃を食らって、しかも根性性ノリノリ。さあ、かなり減らされてしまって、とりあえずはまあ逃げていきましょう。これで先落ちたら殺されそうなんで。さあ、S 覚醒は溜まってるんで、これを逃げに使っていきたい。まるでメッサーラのような逃げ方をしましたね、今。しっかり変形特殊で距離取ってから、とりあえず打っていく魚肉ソーセージ。これは多分誰にも当たんないのかな。あーもうなんか彼さ、自分からツオーに入ってきてませんか、悪意あるだろあれ。さあといったところで、ミネネが一回落ちていけ、こちらはなんか見るために僕変形特殊に逃げてる気がするんだけど、これどうして。さあといったところで、とりあえずはしばらくミネネに任していきたいわけなんですが、なんか自分からやらかして怒られたいのかなこの人、なんか自分から前に出に行ってますね。さあそんな特化が当たるわけないだろう、一回落とされてしまい、もうミネさん全部やってくださいお願いします。ほんとすいません、ごめんなさい、もう出しゃばりませんから。とりあえずツーンでしっかり配流ガンダム寝かせてから、あこれ出しゃばりポイントだべ。さあ出しゃばりポイントなんで、しっかり変形格闘で追ってから落として勝利と、最後の最後だけ取っていくと。はい、といった感じで、ミネの隣でレイダーリベンジでした。まあこれリベンジできたんじゃないですか多分わかんないけどはい、といった感じで、じゃあエンディングいきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか、ミネネ×レイダー。
いやーやっぱ好きだねこういう動画は。うん、てかね、本当にねこういう対戦好きっていうか、あれなんだよね。まあ昔からエンジョイ気質だからね、人と笑いながらやるガンダムってすごい好きなんですよね。で、ミネンと組む時もね、てかレーダーに限らず結構何乗ってもね、なん最終的にね笑っちゃうんですよね。おいやべえミネ助けてくれっつって、知らねえバカみたいな感じで、そういうやり取りをしながらねするガンダムがやっぱすごい楽しくて好きですね。だからねこういう動画もねやっぱ撮っててすごい楽しかったですね。まあ撮影の時はもちろんこうやってね収録の時もねすごい笑いながらねてかまあなんか本当に心から楽しみながら喋れるというか、だからねすごい好きな動画なんですけど、まあやっぱりね頻度が多いとね、あやっぱ俺自身も嫌なんですよ。やっぱなんかあくまでやっぱ俺のチャンネルじゃん。だからさ、それじゃなんか一緒さ、見ねえとくんですよ。そういうとこ、ボンボンボンって開けてったらさ、まあね、さすがにね、みんなも飽きるし、俺自身も嫌だから、やっぱり3ヶ月に1回ぐらい、みんなが忘れた頃にポンと開けるのがね、一番いいかなと。まあなんかね、やっぱりこれでさ、味しめて、もう見ねえとくめ動画再生数稼げんじゃねえかとか言って、まあ、そういう方向にはね、進まないんで大丈夫です。ご安心ください。はい。まあでもね、こういうガンダムはね、やっぱり、すごい楽しいとこも、なんか、やっぱり、楽しみながら勝つってさ、一番いいことじゃないですか。まあ、だから皆さんもそういう固定合い方をね、見つけてみてはいかがでしょうか。まあ、すごい話脱線したけど。まあでも、本当にね、昔からなんだろう、エンジョイ気質っていうか、ガチガチの対戦もめちゃくちゃ好きなんですけど、それと同じぐらい、身内貸し切りみたいな、ああいう、もう、身内でエンジョイしながら、もう本当にクソは、もう大笑いしながらやるガンダムってすごい好きで、ならね、今回のやつもほんとすごい楽しかったですね。うん。なんかこれで最後みたいなね、そういうくだいになったけど、そういうわけじゃないからね。だからあれだな、永田さんとかのさ、配信出るときもやっぱ楽しいね。ガチガチの対戦4、笑い6ぐらいのね、あれでやってるから、すごい好みのね、塩梅というかね、うん。まあまあといった感じで、まあ自分がエンジョイキスっていうだけの自分語りでした。はい、といった感じでご視聴ありがとうございました。次回の動画は、どうしようかな。ガエンのフルコーンがね、ちょっとまだだったんで、そろそろ上げたいと思います。といった感じで次回の動画もお楽しみに。バイバイ。